はい、こんにちは。今日から宮本でございます。吉田です。本日もメッセージいただいておりますので、読みたいと思います。ラジオネームシューマイさん、僕は、シューマイがとても大好きなんですが、シューマイ映画で検索しても出てきませんと。それあなたじゃないですか。この前はクロワッサン映画でやったら出てすぐ映画が出てきたのに、シューマイじゃ出てきませんと。何かシューマイにまつわるこの、映像的なトークないでしょうか。よろしくお願いしますね。非常にあの構成を考えたあのメッセージいただきましたけれども、シューマイってないんすよこれね。厳密に言うとですね、シューマイは主役になりづらいというだけで、まあまあまあ確かに刑務所の中とかっていう映画、はいはいはい、前回もね紹介しましたが、あのシューマイってあの入ってるんですよ。あとお弁当のシーンだったりとかシューマイ入ってる、必ず入ってますよね。シューマイがこうセンターみたいなやつがちょっと探しづらい、はいはい、まあ崎陽軒ぐらいしか出てこないですもんね、もうシューマイって思えへん。そうね、シューマイってね、はいはい、シズル感なんだよね。手を持っていくとき熱いだろうなっていうイメージがすぐ思い浮かぶんだよね、うん、それでこう持って帰ってきて醤油とかつけてで口に入れるでしょ、はい、その時に、はい、じゅわだよね。そうですね、そう、湯気だったり熱さだったり口の中でこのね水分というか、はいはい、あの肉汁というか肉汁が、はいはい、これがじゅわってこう広がっていくあの感覚っていうのが、はい、このね、まあ、蒸し物というかこのシューマイとかね、小籠包もそうなんだけど、はい、これはね、もう伝わりやすいから、主役張らなかったとしても映像に映り込んだら一瞬で全部想像できるんだね、はい、っていう意味で言うとシューマイは食わなくても伝わるというので、今日は食わないで、シューマイの話をしてほしいなと思ってます。なるほど、だからあのこんなカチカチなやつ待ったんですね、僕今もう。どちらのシューマイですか。こちらですね、味の素さんですね。これに関してはじゃあさ、食べさせてくれ、これはこれダメです。食べさせてくれよ、これ。この後あのズームのオンライン会議あるんで。いやいや、あるけど、あるけど、終わった後にも食べさせてください。これ一番食べたいやつなのに、これ食べたいね。食べたいですね。まあでも確かに僕今話聞いててもうちょっと今よだれ出てますもん、口の中で。よだれ出るんだよね。出ますね。じゃあ最後にちょっとこれあの4つ食べていいって僕に聞いてもらっていいですか。これシューマイ4つ食べていいって聞いてもらっていいですか。最後に今じゃなくて、え、今もう今最後なんで。ああそうなんだ。もう最後なんで4つ食べていいって聞いてもらっていいですか。宮本くん、はい、それ4つ食べていい。いや、2つで十分ですよ、もう。なんでこれ、ブレードランナーの、あの、セリフのね、あの、ブレードランナーで、あの、主人公がね、言うやつ、2つで、あの、屋台で、天使で、ね、4つ頼んだ時に、2つで十分ですよっていう、あれ、あのシーンのね、やつ、ちょっと今、なんとか、この、シューマイさんシューマイさんの期待に応える、映画トークですよね。かろうじて出た、これね。いらないですね、これ。勉強になった。勉強になりました。今のはもう全部湯気と一緒にカットしてもらおうかな、これね。はい、すいませんでした。